ちょうどさっき終わったばっかなんで、まあ全然興奮冷めやまぬって感じなんですけど、まあ、今回はちょっとこういつもの雰囲気とはまた違う、まあ、聞かせる系というかちょっとこうしっとりした感じの方向に寄せたんですけど、でも皆さんすごい、まあ、聞くときはすごくしっかり聞いてくれて、でまあ、盛り上がるとか本当にみんな盛り上がってくれて、最後とかは本当にみんな一生懸命こう一緒に歌ってくれたりとかして、すごくいい顔を見れたので、一緒にちゃんと共有できてるっていう、素敵な時間を共有できてるっていう感じがすごく自分に伝わってきたので、すごく幸せな時間でした。ありがとうございました。海行きたいですよね、夏なんで。花火大会もしたいし、お祭りとか大好きなんで行きたいんですけど、お仕事ですけど、あの音玉でライブっていうのも8月決まってるので、まあ、それは完全にお祭り騒ぎで、あの夏の思い出をがっつりそこで作って、ちょうど海でやるので、湘南でやるので、思いっきり楽しんで皆さんとお祭り感覚で思い出を作れたら一番最高かなと思います。来れなかった方も、今回のこのダイジェストを見てもらって、ちょっとライブの雰囲気とか見てもらって、興味がある方はぜひぜひ、まだ今年夏ライブが決まっているので、そちらもぜひぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいと思いますし、9月にはシングルも決まってますので、そっちでもいっぱいイベントとかライブとかしていこうと思っていますので、ぜひ今日来れなかった方も、今日来てくれた方も、また遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。バイバイ。